8時になりました。年明けの株式投資に向けて、2024年1月前半、最重要決算8銘柄と決算スケジュール2週間分についてお伝えいたします。ご存知の通り、昨日、石川県の都で震度7の大地震がありました。第地の方々にお見舞い申し上げます。亡くなられた方々のご冥福を謹んでお祈り申し上げます。 バイデン大統領が被災者にいかなる支援も提供する。アメリカと日本は深い友情の絆があると声明を出しました。とても嬉しく思いました。私はまた不動産テトラとか御用検察とかが上がるのかな、東電はどうなるのかな、などと考えていたら罰が当たったらしく今日は神さんと娘が熱を出して寝込んでしまいました。 今回は主な決算銘柄、そして最重要決算8銘柄、決算スケジュール全データの順でお伝えいたします。今回は年明け1月4日木曜日から1月12日金曜日までの決算についてお話しいたします。昨年1年はあっという間で,でしたね。と、今年もあっという間です。第8回から しっかり気を引きき締めていきましょう全342件が予定されており、そのうち40件が本決算です。まず、主な決算銘柄。売買代金10億円以上の銘柄は、これら17銘柄が予定されています。9日はネクステージとウェルシアそして10日は ABC マート。 11日はローツェイオンモールセブンアイそしてファーストリテイリング12日は非常に多くリフトマネーフォワードコスモス薬品用品計画ベイカレントコンサルティングローソンクォンタムソリューションズ霞が関キャピタル安川電機イオン以上が予定されています。 次に最重要決算8名柄です。まず、ファーストリテイリング。こちらは1月11日木曜の引き後に決算発表を予定しています。ファーストリテイリングはご存知の通り、国内医療品販売で第1位の世界的なアパレル企業です。世界のアパレル製造小売でも第3位です。 ユニクロを中心に低価格の GU、そしてグローバルブランドのセオリーやプラステを運営しています。ユニクロの店舗は国内で800店、海外では1744店を展開しています。自動網機のメーカーの島世製,製,製作所、そして Google、物流機器メーカーの大福と業務提携しています。 こちらは1年チャートですが昨年は前半は伸びましたが後半は伸び悩んだ状態になってしまいましたこちらは売上高と営業利益の推移です一時コロナでの落ち込みはありましたが急速に回復し最高益を見込んでいますこちらは売上セグメントの状態です 海外ユニクロが51.9%国内よりユニクロが32.2%そして GU が10.7%現在は国内よりも海外の売上の方が多く利益率も海外ユニクロの方が高い状態になっていますこちらは各セグメントでの売上推移ですがこのように海外での 売上が非常によく伸びている状態です配当は順調に伸びており2期連続での増配となっています現在の利回りは0.9%前後ですこちらは10月12日に発表された決算です今期最終は5%増で4期連続最高益前期配当を10円増額 今期は実質増配。23年8月期の連結最終利益は、前の期比8.4%増の2962億円になり、従来予想の2600億円を上回り、現役予想から一転して増益で着地。24年8月期も前期比4.6%増の3100億円に伸びを見込み、 4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収増益になる同時に前期の年間配当を530円から540円に増額し今期は330円とし前期の株式分割を考慮した実質配当は13.8%増配とする方針とした。6月月から8月期、 第4クォーターの連結最終利益は前年同期比62.6%増の577億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.9%から8.1%に大幅改善した。こういった内容でした。こちらは経常利益の進捗状況です。次回は第1クォーターですので、前期の進捗状況ですが、 前期はこのように100%超えで終えている状況です決算発表の方ですが増益と増配の発表でこのように翌日は窓を開けて上昇しプラス5.7%の上げとなりました金融取引の状態は直近3か月は空売りが非常に多く貸借倍率 一倍割れが続いています。いつ踏み上げ相場に発展してもおかしくない状況になっています。年末の株価は三万四千九百九十円、出来高は百三十万株です。こちらは二千二十二年、二千二十三年、二千二十四年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の見通しです。 このように増収、増益で増配の見通しとなっています。株価は割高で配当も低いところですが、稼ぐ力は高い数値になっています。企業データについては非常に需給は軽い状態になっています。テクニカルは一目均衡は雲が下値抵抗にならず突っ込んでしまった状態になっています。 パラボリックは上げて転倒。MACD は不明確です。RSI は40近辺で推移しています。ボリンジャーバンドはバンド幅を縮小し、これといったシグナルは見られない状態です。雲を下抜けしてしまうと、再不業が難しくなりそうなチャートです。次に霞が関キャピタル。タル こちらは1月12日金曜日に決算発表を予定しています。カスミアキキャピタルは不動産投資とコンサルティングの会社です。不動産コンサルティングは倉庫、アパートメントホテル、保育施設開発、バンド取り組みと関,係関連不動産のコンサルティングを行っています。再生可能エネルギー発電施設の デベロッパーとしても発電施設の企画、開発、建設管理、運営、売電、投資家への発電施設販売を行っています。三菱 HC キャピタルと物流施設開発合弁会社を設立しています。1年間のチャートの方は、前回10月の決算でストック高となり、 大きく上昇しましたが、12月に増資を発表し、急落した経緯があります。売上高と営業利益の推移は、売上、そして利益、ともに急速な成長を遂げている状態です。配当も順調に伸びています。現在の利回りは1.9%前後です。 こちらが10月3日に発表された決算です。今期計上は82%増で4期連続最高益60円増配23年8月期の連結計上利益は前の期比2.4倍の41.1億円に伸び24年8月期も前期比82.1%増の75億円に拡大を見込み 4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった4期連続増収よあ。8期連続増収、4期連続増益になる。同時に今期の年間配当は前期比60円増の120円に大幅増配する方針とした。6月から8月期第4クォーターの連結計上利益は前年同期比 増の32.1億円に拡大したが、売上業利益率は前年同期の25.5%から18.1%に低下した、こういった決算の内容でした。平常利益の進捗状況は、次回は第1クォーターですので、こちらは前期の進捗状況です。前期はこのように100超ええで終えています。 決算発表の翌日、株価は寄らずのストップ高となり、翌日も2日連続でストップ高となりました。信用取引の状態は対借銘柄ではありませんので、対借倍率は意味をなしませんが、決算発表後に急増した信用買いは11月の中旬ぐらいから少しずつではありますが、 減少している状態です。年末の株価は8960円、出来高は88万株です。3年間の業績見通しは増収・増益で増配の見通しとなっています。株価は割高で、配当も低いところですが、稼ぐ力は強烈に高い数値になっています。 受給はやや重い状態です。テクニカルは一目均衡は薄い雲を上抜けした状況です。パラボリックは上げて点灯。MacD は不明確。RSI は55近辺で推移しています。ボリンジャーバンドはこれといったシグナルは見られません。今のところ動きが感じられないチャートです。 そしてセブンアイホールディングス。1月11日木曜日の引け後に決算発表を予定しています。セブンアイはご存知の通り、総合小売りで国内首位の企業です。世界でもトップクラスの流通グループ,流通グループです。セブンイレブンと伊ト洋華ー以外に、ヨークベニマル、デニーズ、セブン銀行、 赤ちゃん本舗を傘下に持っています。天満屋ストア、H2 をリテイリング、小田急電鉄、泉と提携しています。2020年にアメリカのガソリンスタンド併,併設型コンビニ、スピードウェイを2.2兆円で買収しています。昨年は、ソゴ西部をフォートレスへ譲渡しています。 こちらは国内流通の売上比較ですが、このように第3位のファーストリテイリング2兆円の売上ですが、セブンアイ11兆円でファーストリテイリングの5倍以上の売上規模です。1年間のチャートの方は、このように5月以降、上値を切り下げる展開が続いています。 売上高と営業利益の推移はコロナでの落ち込みはあったものの順調に回復し最高益を見込んでいます。売上セグメントの方は海外,コンビニコ海外コンビニエンスストアが74.5%スーパーストアが12.2%海外でのコンビニ事業が全体の4分の3を占め もはや国内の会社ではない状況です。こちらは11月30日に出た記事です。海外では現地コンビニ企業の買収を進め、急速に規模を拡大しています。11月30日にはオーストラリアのコンビニチェーンを買収し、751店舗を傘下に収めています。 こちらは各セグメントの推移です。国内事業は低迷していますが、海外コンビニは急速に伸びている状態です。国別で見ると、アメリカが74.7%、日本が24.7%、北米がメインの状況です。そのメインの北米が このように大きく伸びている状態です。一方黒え、黒い線は国内事業ですが、国内事業は減少してしまっている状況です。配当については、配当も順調に伸びており、2期連続での増配中です。現在の利回りは2.0%前後です。こちらが10月12日 日に発表された決算です。紙期計上が3%増益。6月から8月期も23%増益。24年2月期第2クォーターの連結計上利益は前年同期比3.2%増の2268億円に伸びたが、通期計画の4900億円に対する進捗率は46.3%となり、 5年平均の48.1%とほぼ同水準だった。6月から8月期、第2クォーターの連結形状利益は前年同期比23.3%増の1531億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の4.1%から5.5%に改善した。こういった内容でした。 経常利益の進捗状況は、第1クォーター、第2クォーター、それぞれ進捗が15.0%と46.3%遅れている状態です。1級はこちらがコンセンサスですが、1級はコンセンサス未達ですが、2級はコンセンサスは上回ってきました。増益でコンセンサスも上回っていましたが、 決算発表の翌日は株価は窓を開けて急落しマイナス4.5%の下げとなってしまいましたこちらがその下げについて出ていた記事ですセブンアイ大幅続落決算サプライズないが米国事業の不透明感など残りセブンアイは大幅続落 前日に上半期の決算を発表。営業利益は2411億円で、前年同期比2.7%増。通期予想は5250億円。前期比3.6%増を据え置いている9月。9月1日に業績予想を発表しているため、大きなサプライズはないとみられる。こうした中、 米国事業の不透,明不透明感が依然として払拭しきれないこと一部で期待もあった自社株買いの発表がなかったことなどを売り材料をする動きが先行の模様、こういった状況でした3ヶ月の信用取引の状態は一方的に空売りが増加したことで需給は了化してきています しかしながら絶対値で見ると依然として信用買いが多すぎる、多すぎる状態が続いています。年末の株価は5595円、出来高は230万株です。3年間の業績見通しは増収ですが増益の見込みです。都合西部の売却で 1331億円の特損を計上しています。株価は割高で配当も良くない状況です。数字上を稼ぐ力は低いですが、流通なので特に低いという数字ではありません。受給は可もなく不可もない状態になっています。こちらが総合西部売却の特損の記事です。 都合、西部、売却関連損失として約1331億円の特別損失を計上したため、純利益予想は18%減の2300億円とした。こういったことが発表されています。テクニカルは一目均衡は雲が上値を抑えている状態です。パラボリックは下げで点灯。MacD は不明確です。 RSI は50近辺で推移しています。ボリンジャーバンドは明確なシグナルは見られません。上下どっちとも言えない状況です。<laughs> 次に安川電機です。1月12日金曜日に決算発表を予定しています。安川電機は日本を代表する産業用ロボ,産業用ロボットのメーカーです。 産業用ロボットの生産台数は世界第1位です。AC サー,ボサーボモーター、インバータも、インバータも世界第1位の企業です。傘下に持ち分法適用会社の YE デ i g i t a l ゼネラルパッカーを持っています。毎回、決算ラッシュ前のバロメーターとして注目を集めるケ銘柄です。 一年チャートの方はこのように昨年前半は順調に上げたものの後半は難聴に推移しています売上高と営業利益はコロナでの落ち込みもありますが売上利益ともに伸びており過去最高益を見込んでいますこちらが売上セグメントの状況ですモーションコントロールが 45.6%ロボットが38.0%システムエンジニアリングが8.7%の状況ですモーションコントロールとロボットで大半を占めており利益率を見てもこの2つが利益率が高い状態ですこのメインの2大売上セグメントがこのように2019年から 2023年の推移を見ると非常によく伸びている状態です国別では日本が29.2%中国が24.4%アメリカが21.0%このように日本中国アメリカでほぼ当分で持っている状態です配当は売上と利益が 落ち込んだ2021年に減廃がありますが概ね順調に伸びています2期連続での増配中です現在の利回りは1.1%前後ですこちらが10月6日に発表された決算です第2クォーター最終は6%減益24年2月期第2クォーターの 連結最終利益は前年同期比2.2%増の242億円となったが、通期計画の513億円に対する進捗率は47.2%にとどまり、4年平均の53.9%も下回った。6月から8月期、第2クォーターの連結最終利益は、前年同期比 5.9%減の125億円に減り、売上営業利益率は前年同期の12.1%から11.3%に低下した。こういった内容でした。経常利益の進捗状況は、第1クォーター、第2クォーター、それぞれ23.4%と47.5%と、若干遅れ気味でしたが、第2クォーター、 コンセンサスは上回ってきた結果となりました。たコンセンセサスは上回ったものの、現役の決算でしたが、決算発表の翌日は株価は高く寄りついて陰線となり、マイナス0.9%の下げにとどまりました直近3ヶ月の信用データを見ると、空売りは大きく変化していないものの、 信用いが減少していることで、受給は了化している状態です。年末の株価は5,890円。出来高は100万株です。3年間の業績見通しは、増収、増益の見通しになっています。株価は割高で、配当も良くありませんが、稼ぐ力は高めです。 需給はやや軽い状況になっています。テクニカルはパラボリックは上げで転倒。マックリーは上げトレンド。RSI はやや変われすぎ。ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大していますが、明確なシグナルは見られない状態です。ここから決算に向けて上げていくのかもしれないチャートです。 そして5つ目は、良品計画です。1月12日金曜日の引け後に決算発表を予定しています。良品計画もご存知の通り、世界的に有名な総合雑貨店、無印良品、そして無地を展開する企業です。もともとは1980年に声優のプライベートブランドをとしてスタートした会社です。 国内店舗は562店舗、海外店舗数は32カ国で626店舗を展開しています。2022年からはローソンへ無,無,印,無印良品の導入を開始しています。昨,昨年の状態は、昨年前半はおとなしかった株価ですが、7月から上昇を開始し、 7月7日の1364円から株価は2倍近くに上がっており、12月27日,日は年初来最高値を更新しています。売上高と営業利益はコロナで大きく落ち込んだものの、急激に回復し、売上高、利益ともに過去最高を見込んでいます。 売上のセグメント構成は国内が58.9%東アジアが29.5%欧米が6.1%国内が6割でついで東アジアが3割欧米は 6%, 6程度となっていますこちらが売上推移ですが国内として であ国内、そして東アジアともに伸びている状態です。配当の方は、順調に伸ばしていた増配は、2020年に大きく減配していますが、昨、翌年、2021年にきれいに復活しています。現在の利回りは1.7%前後です。 こちらが10月13日に発表された決算です。今期計上は27%増で7期ぶり最高益更新。23年8月期の連結計上利益は前の期比2.8%減の361億円になったが、従来予想の297億円を上回って着地。24年8月期は前期比27.2%増の 460億円に拡大を見込み、7期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収になる。6月から8月期、第4クォーターの連結形状利益は前年同期比39.1%増の120億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.3%から7.2%に改善した。 こういった内容でした。決算発表の翌日、このように株価は窓を開けて上昇し、プラス8.9%の大幅な上げとなりました。こちらは経常利益の進捗状況です。次回は第1クォーターです。でこちらは前期の進捗状況ですが、 前期はこのように100%超えで終えている状態です。直近3ヶ月の信用取引状態は、直近3ヶ月を見る限りは大きな変化は見られない状況です。年末の株価は2359.5円。出来高は230万株です。3年間の業績見通しは、 このように増収、増益の見通しになっています。株価は割高でも割安でもありませんが、配当はあまり良くない状態です。稼ぐ力は高い数値になっています。受給は可もなく不可もない状態です。テクニカルは25日線をサポートラインとした上げトレンドになっています。パラボリックは上げで転倒。 マックリーは不明確です。RSI は60近辺で推移しています。ボリンジャーバンドは特に明確なシグナルは見られません。あまり明確ではありませんが、決算に向けて上げていきそうな感じがするチャートです。そして6つ目はイオンです。1月12日金曜日の引け後に決算発表を予定しています。 イオンもご存知の通り、セブンアンダーアイと国内流通2強を形成する企業です。スーパーマーケット業界ではトップです。総合スーパーが中心ですが、参加で不動産事業や金融事業、そしてドラッグストア事業も行っています。1年チャートの方は、昨年前半はこのように上げる展開でしたが、 後半は伸び悩んででいる状態です。売上高と営業利益はコロナで大きく落ち込んだものの急激に回復し売上利益ともに過去最高益を見込んでいます売上セグメントの方はこのように大型店小型店を含めスーパーが6割を占める一方 ドラッグストアのヘルス,ウェル,スウェルネス事業も10%ある状況ですこちらが各セグメントの売上推移ですがどのセグメントも大きな変化は見られません日本が91.6%で中国が3.5%そして ASEAN アアが4.9% 海外での展開も行っていますが、まだまだ国内がメインの会社です。国内は伸びていますが、海外はあまり進展が見られない状況です。配当はここ数年変化していない状態が続いています。現在の利回りは1.1%前後です。 10月11日に発表された決算は紙期計上が17%増益6月から8月期も25%増益という発表でした24年2月期第2クォーター累計の連結計上利益は前年同期比17.4%増の1119億円に伸び通期計画の2100億円に対する進捗率は 53.3%に達し、5年平均の38.9%も上回った。6月から8月期、第2クォーターの連結形状利益は前年同期比25.3%増の637億円に伸び、売上業利益率は前年同期の2.3%から2.8%に改善した。こういった内容でした。 定常利益の進捗状況は第1クォーター、第2クォーターそれぞれ29.22.9%と53.3%第1クォーターはやや遅れがあったもののコンセンサスはこなしており2級は進捗率コンセンサスともに上回っている状態です増益と更新局 コンセンサス達成で株価は窓を開けて上昇し、プラス2.8%の上げとなりました。直近3ヶ月の信用状況は、空売りが圧倒的に多く、対借倍率が極端に低い状態が続いています。年末の株価は3151円。 出来高は160万株です。3年間の業績見通しは増収、増益の見通しとなっています。株価はかなり割高で配当も良くない状況です。稼ぐ力は低く見えますが、流通ですので極端に低いとは言えない数値です。自己資本比率が低く、配当成功が危険な数値になっています。 受給は非常に軽い状態です。テクニカルは一目均衡は雲が下値抵抗になっているようにも見えますパ。パラボリックは上げて点灯。マックリーは不明確です。RSI は55近辺で推移しています。ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大していますが、明確なシグナルは見られません。 今のとこの他に7つ目としてベイカレント・コンサルティングそして8つ目としてマネー・フォワードこの2つについては昨日アップしたこちらの動画をご参照ください次に決算スケジュール全データです毎回お話しいたしますが決算またぎは 決算プレートも呼ばれる非常にギャンブル性の高い持ち越しになりますのであまりお勧めいたしません決算期待での決算発表前までの上げを狙うなど比較的安全な方法はいくつもあります高決算が出ても下げてしまう場合もありますので決算またぎは非常にリスキーだと思っておりますどんどん話していってしまいますので 気になる部分については一時停止でご覧ください。まず年明け、1月4日木曜日、この日は1件が予定されています。朝、かなり早い時間ですが、7時30分に網焼き定そして1月5日金曜日、この日は13件が予定されています。 バ中発表で12時にファーストコーポレーション、イけゴになると大石、ハイディ日高、三栄、大石環境ソリューション、金子修行、アカツ工業、カルラ、リヒトラブ、マンテンストア、青木、あ、間違えました。天満屋ストア、青木スーパー、ヤクオードホールディングス、アドバングループ、 そして、翌週1月9日、月曜日、この日は19件が予定されています。すべて引け後の発表で、ネクステージ、イズミ、クリエイト SD、ウェルシア、エコス、エスクロー、日本 BS 放送、ニューテック、プロパスと理想教育、スタジオアリス、ワクル、 このうちネクステージは対借倍率0.99倍で、空売りの方が信用外より多い状態です。そしてプロパスとは、次回中間決算、進捗率は99%の状態です。引き続きになりますが、ヒマラヤ、和田興産、アークス、ヨンドシ c マルゼン、中北製作所、高級、 このうち4度 c は年末に年初来高値を更新しています。アークスは対尺倍率0.2倍で信用外よりも空売りの方がかなり多い状態です。高級は進捗率あまり良くない状態になっています。そして1月10日、この日は34件が予定されています。場中発表で 13時にイートホートホルディングス、そして14時にポプラ。同じく14時に極東。引け後になると富士、キューピー、近鉄百貨店、タイゼリア、アレンザ、ハニーズホールディングス、パルグループ、ベルシステム24、ABC マート。このうち富士は年末に年初来高値を更新しています。 イートホールディングス、そしてキュ,キューピー、近鉄百貨店、富士、この4銘柄は貸借倍率1倍割れです。そして引き続きになりますが、東京個別指導学院、ベルク、技研製作所、急層流通システム、キャンドゥイズツヤ、ゲームウィズ、任天堂、クラウディア、北遊ラッキー、青旗、 ペルシモ、そしてウッドフレンズ、プログリッド、カーブス、エストラスト、メディカル一行グループ、バイクオーカンパニー、コシダカホールディングス、メイコーネットワーク、CVS ベイエリア、このうちメイコーネットワークは年末に年初来高値を更新しています。 ドフレンドは進捗率あまり良くない状況。バ,バイコーカンパニーは次回本決算進捗率は192%の状況。メイコーネットワークは貸借倍率0.62倍で空売りの方が多い状態です。そして1月11日木曜日、この日は72件が予定されています。 ここは数が多すぎるので特徴のある銘柄のみお話しいたします。まず、場中決算で12時に AIT、そして13時に三京立山、95になると多摩ホーム、大黒天物産、小島、そして OSG、リテールパートナーズ、ここら辺は退職倍率1倍割れです。 そしてローツェが予定されています引き続きになりますがイオンモールセブンアイ岡山製紙岡山製紙は年末に年初来高値を更新しています次回中間決算進捗率は57%ですクリーマは次回第3クォーター 進捗率は119%の状況です。ツインバードは進捗率、あまり良くない状況になっています。そしてグラファイトデザインは進捗率、あまり良くない状況。コックスは次回第3クォーター、進捗率は162%です。ファーストリテイリングは対尺倍率0.37倍で空売りが多い状態です。 そしてアウンコンサルティング、優先ネクストとボードルアは年末に年初来高値を更新しています。吉野家は貸借倍率0.66倍で空売りの方が多い状態です。放電精密加工研究所は進捗率あまり良くない状況です。そして 3F、歌舞伎座。定評は、 次回第3クォーター進捗率は206%の状況です。そして1月12日金曜日、この日は217件が予定されています。ここも数が多すぎるので特徴がある銘柄のみお話しいたします。まず場中発表でウエストホールディングス、プリントネット、アクサスホールディングス、超畜、 東武重版、SK ジャパン。ここまでがュ中発表です。英語になるとシフト、SFP ホールディングス、ビッグカメラ、サンサン、イオンディライト、S フーズ、マネーフォワード。これらの銘柄は貸借倍率1倍割れの状況です。そして J グループ。コスモス薬品、用品計画。 IG ポートは進捗率、次回中間決算ですが、56%, パあ56の状況です。J グループは貸借倍率1倍、1倍割れの銘柄です。そして、ベイカレント・コンサルティング、ローソン、竹内製作所。そして、北光価格は次回本決算。 進捗率は105%です。アドテック・プラズマテクノと c o 製作所は年末に年初来高値を更新しています。そしてフィルカンパニーはあまり退社、えー、進捗良くない状況。同じくインターファクトリーも進捗あまり良くない状況です。そして東洋浅野は次回第3クォーター。 進捗率は75%の状況。オキサイドは進捗率あまり良くない状況です。東京後期は次回第3クォーター。進捗率は102%です。そしてジャパニアス。テーオーホールディングスは次回中間、中間決算。進捗率は81%の状況です。ビレッジヴァンガードは 次回、中間決算。進捗率はマイナス61%。大竹は年末に年初来高値を更新しています。ここはリンガーハットが貸借倍率1倍割れで0.24倍になっています。そして、カスミアキャピタル。GRCS と e サ, e サポートリンクは 進捗率あまり良くない状態です。そして、ハブは次回第3クォーター。進捗率は89%。テレコーポレースヒョンも次回第3クォーター。進捗率は79%。ダイワは第3クォーター。進捗率は93%。そして、ジオコードは進捗率あまり良くない状況です。 安川電機が予定されています。そしてシリコンスタジオは次回本決算、進捗率は111%。共振も次回中間決算、進捗率は53%。コパコーポレーションは進捗率良くない状態。スバルも進捗率良くない状態です。この他イオンが予定されています。 ユナイテッドコレクティブは次回第3クォーター進捗率は683%この中ではイオンとクリエイトレストランツが退職倍率1倍割れの状況で空売りが多い状態になっていますそして f s ンドコンサルティングは進捗率があまり良くない状態アステナホールディングスは次回中本決算 進捗率は193%、そしてスローガンは次回第3クォーター、進捗率は164%。以上が予定されています。年明けに向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。